ビーラツェルクバは、ウクライナのキエフ州南西部における都市、ビーラツェルクバ地区の中心である。首都キエフから約 80km 南方にあり、近くにはドニプロ川の支流ローシ川が流れる。ビーラツェルクバ連帯の中心。ビーラツェルクバは、1032年にキエフ大公ヤロスラウ建公によって建設された。当時の名称は、公の洗礼名、ユーリーにちなむユーリーエウであった。現在のビーラツェールクバの名は、この町に白壁の教会があったことから呼ばれるようになったものと推測されている。キエフ大公国の崩壊後、ウクライナの他の都市とともに、ジョチウルスの支配下に入った。1363年にタタール軍が駆逐されると、ウクライナ北東部の他の町とともに、リトアニア大公国の領域に入った。1569年からは、ポーランド王国領に組み込まれた。1651年9月28日には、ポーランド・リトアニア共和国のヘドマン・ミコライ・ポトツキと、ウクライナコサックのボフダン・フメリニツキーとの間で、ベレステーツェコの戦いの停戦条約となるビーラ・ツェールクバ条約が結ばれた。1793年には、第二次ポーランド分割により町は、ロシア帝国に併合された。19世紀には、ビーラツェールクバは主要軍都市になった。ソ連時代には、町は機械製造、建設工業などの主要工業センターに様変わりした。聖ミコライ教会は、1706年に建設が開始されたが、完成は1852年までかかった。正教会の教会は1833年から1839年の間に建設されたが、ポーランド時代に信奉されたカトリック教会は1812年まで存続した。ビーラツェールクバ 2km の地点には、イギリス式庭園様式の樹木公園である、オレクサンドリーヤ樹木公園がある。面積は 201.48 ヘクタールで1793年に開園した。建設者は、ポーランド王国のヘトマン、フランチシェク・クサベル・イ・ブラニツキである。西欧の文化を色濃く反映していた、ポーランド宮廷文化により、当時流行していたイギリス方式の風景式庭園となった。これは、イギリスの緩やかな起伏を持つ、丘陵風景を生かしたものであったが、ソイド・ニエプルの丘陵帯にもあった様式であった。オレクサンドリーヤ樹木公園ロシア語では、ベーラヤツェールコフィ、ポーランド語では、ビャワツェルキエフと呼ばれる。ありがとうございます。